中年オタッキーです。最近あの有名な稲垣吾郎さんからねラジオで何度か紹介されておるオタッキーでありますが、まああの稲垣吾郎さんに紹介されて僕の動画を見に来るのはあの稲垣吾郎さんのファンなわけで、でも僕の動画って分かりにくいというかマニアックすぎてね、そういう層には全く受け入れられないんですよ。そんなわけでね、つい先日ね紹介、先週紹介されたんで、まあ、タイミング的にちょうどいいかなと思ってこのカメラで撮ってたんですよ。これミノルタのね、リバーズーム70デートっていうね、まあ言うたらバケーションカメラですねバケーションカメラこの言い方ちょっと分かりにくいかもしれませんが、本当にねフィルムを入れてピントを合わせるというかシャッター半押しでピントを合わせるんですけど、で合照マークランプが点滅から点灯に変わったらシャッターを押すだけっていうカメラなんですね。で、撮り終わったら勝手にビャーンってフィルムが巻き戻されて、現像に出すだけって本当に簡単ないわゆるバケーションカメラです。このカメラでねフィルムカメラデビューしてはどうかなと、稲垣吾郎さんに近づけるチャンスとこれめちゃくちゃ安いんでね、もう子供の小遣い銭程度で買えますんで、デジタルカメラがやってみようかなっていう、でも高いしなとかね、そういう人にはねもううってつけ、本当にね子供の小遣いで買える、バケーションカメラミノルタリバズーム70デートの紹介をやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するこのミノルタのねリバズーム70デートなんですけどね、どうやって仕入れたんだったかもう忘れましたもう適当だな。値段も忘れたし、どうやってジャンクカメラセットかなんかに多分入ってたんだろうけど、もう忘れちゃったよ。どうやって言ってか。でね、いろいろ調べようと思ったんですが、日本語のサイトに行き着かず、海外のね、フィルムカメラ好きの人が、データを上げてるやつしか引っかからなかったんですね。ブランドミノルタ、ネームミノルタリバズーム70。アートってどういうこと芸術ですけど、スナップショットカメラって、まあ、種類ですよね。タイプフィルムは 35mm、38mm から 70mm ということなんですが、あれこれ38から70だったかな、これは35から70だ。同じ名前なんだけどな。ちょっと違いますね。海外用の仕様が違ったのかもしれませんが。オートフォーカスでシャッタースピードがね、マックスが200分の1秒で、次70分の1秒、40分の1秒、15分の1秒の4速だったみたいですね。ビルトインフラッシュで、製造が1999年ということになって、てるみたいです見たいって適当だな。まあ、レンズ的にはね、オタッキーが大好きな35-70なんですけどもね。F5.6 から、多分テレ側はもっと暗いと思いますね。F8 とか9とかそんなんだと思いますけど、詳しい情報はちょっとないのでわかんないって感じですね。大体ね、このね、バケーションカメラのテレ側は天文学的に暗くなることが多いんでね。で、蓋を開けるとこんな感じです。これね、もうね、フィルム厚板もね、全部樹脂。ピント合うかな？全部樹脂でね、もうプラスチック満点ですね。で、このフィルムが送ることでシャッターをチャージするようなものがついておりますが、これは送られてるのを検知するだけなのかなーって感じですね。で、ズームすると中がこう広くなりますよね。うん、こんな感じであります。ここにフィルムを入れて映るかな、ここにフィルムを入れるんですね。で、まあ、このぐらいまで伸びてたらもう蓋を閉めちゃうと勝手にビャーンって巻きます。これはね新品のフィルムだからテスト用のフィルムがねえんだな。まあ、その簡単に巻けますんでね、もうここにフィルムさっきパトロネを入れて、ここまで伸ばして、蓋を閉めたらもうセット完了。こんな感じでね、セット完了になります。で、あとはね、もう本当にシャッターを押すだけなんですけど、このね、ファインダーの横にね、ランプがつくんですね。ピントがあったら、
ランプが点灯します。点滅から点灯に変わったらシャッターが切れるという感じですね。まあ一応オートフォーカスでね、もう本当にね、バシバシシャッターを切るだけです。ファインダーはね、逆ガリレオ式で、最高式ブライトフレームを採用しておりまして、まあ、フレームはね、しっかり見えておりますね。ファインダー視野率は当然ね、この手のファインダーなんで、100% を軽く超えてます。外側まで全部映るってやつですね。あのフレームの中に、入れるっていうやつなんですけどもね、写真を撮るときはね、当然ね、パララックス補正も何もないんで、ちょっと余裕めな構図を構えないと誰かの首チョンパになったり半分になったりすることがありますんで、構図を決めるときはちょっと余裕を持った、構図が必要になってきますね。でね、一応ね、試写してきたんですけど、今回はね、コダックゴールド200カラーネガフィルムで試写してきました。なんでかっていうとね、正月にね、あの嫁の兄弟の家に行ったときにね、フィルムと、詰めて撮ってきたんですよね。それの余りで作例を作ってきたというね、なんとも適当な扱いが適当すぎるぞっていうね、ことなんですけどね、果たしてね、このね、ミノルトのリバズーム70デートで適当に撮ったらどんな絵が撮れたかということをね、ここからはね、紹介していこうと思います。まあ、一番ね、安い、フィルムね、カラネガフィルムで撮ってきた作例を紹介してまいります。はい、あまりのね、フィルムで撮ったということで、今回の作例はちょっと少なめになっておりますがね、ミノルタとしては、まあ、発色はややおとなしめの感じなのかなと思いますね。で、このようなね、これペットボトルにピント合わせたつもりだったんですけど、合いませんでした。小さい被写体は苦手みたいですね。青の発色見ていただければわかりますがね、そこまで青くはないと思います。他の色はね、非常にナチュラルっていうか、コダックゴールドなんでね、ちょっと温かめの色に触れてるとは思いますね。で、赤の発色、黄色の発色は、いい感じだと思います。でね、これもやはりね、近くの被写体にはピントが合わずということですね。で、これはね、観覧車をこれが70ミリで撮った。これが35ミリで撮ったということで、まあ、このぐらいのズームは効くよっていうことですね。こんな感じのね、作例になってきました。ちょっとね、色の発色はね、もう一つ、ということなんですが、ちょっとね、このカメラ調べてたんですけどもね、ロモグラフィーのサイトにこのカメラの作例が載ってたんですが、このカメラ結構モノクロがいいみたいです。モノクロフィルムを撮るとね、かなり、いい雰囲気で撮れるみたいで、まあ発色に関してはね、ちょっとリバーサルを入れてみないともわからないということもあるんですけども、モノクロではかなりいい感じで撮れると思うんで、モノクロフィルムを詰めて撮るのもいいかもしれませんね。でね、フラッシュなんですけど、もうフラッシュは自動で光っちゃうんですね。で、一応ね、解除もできるんですけど、あれ電池が切れちゃったか、このボタンをね、毎回押さなきゃいけないんだな。2回押すとね、フラッシュ、禁止ボタン、禁止マークが出て、スローシャッターが切れるようになるんですね。何秒で切れてるのかよくわかんないぞっていう感じなんですけどね。まあ、フラッシュを焚きたくない時でもね、結構昼間でも勝手に焚いちゃうんですね、これがね。まあ、この時代のね、バケーションカメラにあるあるなんですけども、フラッシュを焚きたくないからといってね、ここをね、塞いでもね、露出アンダーの写真になってしまうので、いちいちね、その、蓋を閉めてね、また、開けるとね、元に戻っちゃうんですよ。だからね、そのフラッシュ禁止にしても、蓋を閉めてまた開けるとまた元に戻っちゃうので、フラッシュ禁止で撮影した時も蓋開けっぱなしの方がいいかもしれないですね。フラッシュチャージするときにね、ものすごいバッテリーを食うんで、フラッシュを禁止にするとバッテリー消費も抑えられると思います。で、蓋を開け閉めするとね、必ずズームが多少動くので、電池を消耗しますから、連続して写真を撮ってるときは、もう蓋を開けっぱなしでね、電源入れっぱなしの方がいいかもしれません。で、電池なんですけど、こいつね、CR123A なんですね。ちょっと高めの電池1個なんですけど、以前もお話ししたようにね、僕はこれ使ってますね。これ中国製のね、充電式の CR123A です。
これ2個セットからになってね、1600円ほどで購入することができます。まあ、充電して何度でも使えるんでね、結局安上がりになるんで、このカメラでね、しばらく写真を、撮るぞと、いう人はね、充電式の CR123A を買うのもありかと思います。ただね、この普通の CR123A が600円、Amazon だったら500円切るのかな、ぐらいで買えることは買えるので、このカメラはあくまでも一時的に使うぞっていう人は、普通の電池でもいいかもしれないですね。で、相場なんですけども、ヤフオクをちょっと見ましたら、まあ、1000円、500円、から5000円ぐらいまでいろいろした。まあ、5000円は多分転売屋なんで無視して OK ということで、まあ、1500円前後のものが狙い目だと思います。でね、説明文をしっかり見て、動作確認品であることをね、しっかり確認してから購入してくださいね。動かないものを買ってもしょうがないんでね、もうこの手のやつでね、動かないやつはね、完全に死んでますからね。この、ここを見たらわかるようにね、モルトとかないんですよ。もうプラスチックだけでね、プラスチックの溝だけで遮光してるような感じなんで、モルトの劣化はね、このフィルムのね、確認窓だけ気にすればいいと思います。で、ここのね、モルト、スポンジね、モルトが劣化してたらもうここをね、黒いテープで塞いじゃうとか、もうそういう対応でいいと思いますね。フィルムの種類まで見える必要ないと思うんでね。ただフィルムが入ってるかどうかぐらいは確認したいとこなんで、モルトをね、うまいことね、スポンジで自作して、つけるのもありかもしれませんね。もう結構ね、2000年ぐらいのカメラなんで、モルトが劣化してきていると思いますので、ここから光漏れをする可能性はあると思います。もうタッキーのやつはね、幸い光は漏れませんでした。そんなわけでね、今日はね、ミノルタのね、リバズーム70を紹介しました。このカメラだったらね、稲垣吾郎さんファンの、女の子にも簡単に撮れます。もう本当にね、シャッターボタンを押すだけです。で、このカメラでね、バシバシ撮って、できればね、同時プリントしてほしいですね。出来上がったね、フィルム、取り上がったフィルムをカメラの北村とかね、そういうところに持って行って、同時プリントしてくださいと。で、同時プリントを頼むと、現像と、プリントをもらえます。L プリントね。まあ、プリントのサイズはね、お店で多分ね、どのサイズにしますかって選んでくださいって言われると思うので、で、このサイズにしてください。あ、じゃあ1枚30円ですね、みたいな感じでね。そしたらね、まあ、36枚撮りのフィルムで撮ったら多分36枚、上がってくると思います。まあ、サザンガ級の、1000円ちょいぐらいですが。で、現像がだいたい今900円ぐらいなんで、現像代と、プリント代でだいたい2000円ぐらい。で、フィルム代が1000円ぐらいなんで、全部でね、3000円ぐらいでね、撮れると思います。フィルム1本がね、撮り始めから、仕上がりまでで3000円ぐらいでできると思います。まあ、1枚100円弱ということなんですけど、フィルム写真のね、世界にね、一歩踏み入れていただければとね、これで楽しみがね、わかればと思いますね。フィルム写真でね、撮った瞬間にはね、何にもわかんないんで、どんな写真が出てくるかわかんないんでね、撮り上がってがっかりするのか、それとも喜ぶのか、まあ、最初の方はね、多分ね、撮れただけで嬉しいんでね、多分全部嬉しいと思うので、ぜひ挑戦してみてくださいね。で、撮ってだんだんね、その深みにはまっていったら、モノクロフィルムのね、写真とかもね、撮っていったらいいんだと思います。デジタルカメラと違ってね、フィルムを選べば、フィルムを撮り切るまでその写真しか撮れません。カラーフィルムを入れたらカラー写真をずっと撮ることになるし、モノクロフィルムを入れたらモノクロフィルムでずっと撮ることになります。で、設定とかはもう何もいりません。この DX コードがね、ついているフィルムのみですが、DX コードが全部カメラに情報を教えてくれますので、フィルム感度とかの設定はもうお任せという形になりますね。はい、今日の動画はこんな感じですね。ミノルタ、リバズーム70、デート。デートっていうのはね、日付のね、機能なんですけど、オートデートなんですけど、クォーツデートか。でね、ちなみにね、2020年問題に対応してませんでした。だからね、僕は令和表記でね、04年で、登録しております。はい、今日の動画はね、こんな感じでね、もうこの動画多分再生回数伸びないとは思いますが、一応ハッシュタグ稲垣吾郎ってつけてアップしようかなと思ってます。はい、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはチムニーさんですね。お疲れ様です。こんばんは、チムニーです。チャンネル登録者数5000人突破おめでとうございます。これからも楽しい動画を期待しております。
作品投稿のコーナーでお願いします。カメラペンタックス KX、 レンズは XR リケノン 50mmF2、 フィルムはフォトスフィルム400、タイトルは2枚組で爽やかということですね。静岡にお立ち寄りの際はぜひ炭焼きレストラン爽やかにて原骨ハンバーグをご賞味あれ。ちなみに爽やかの回し物ではございませんということなんですけどね、結構うまいんでしょうねこれね。で、作品なんですけどね、ほんのりアンダーでコントラストが柔らかくなってしまってはいますが、色はいい感じで出てるんだと思いますね。ただね、2枚ともなんですけどね、これトリミングしてもよかったんじゃないかなと思います。特に1枚目はね、グッドトリミングして縦構図にした方がね、うまそうに見えるでしょこんな感じにした方が良いんじゃないかなとオタッキー的には思います。はい、チミニーさん投稿ありがとうございます。次はヤマタクさんの投稿ですね。登録者5000人突破おめでとうございます。ご無沙汰の投稿ヤマタクです。2月の寒空の曇りでシャンポ日和ではなかったんですが、丸々としたスズメに癒され思わずシャッターを切りました。よろしくお願いします。タイトル、まんまるすずめ。カメラ、ペンタックス Z10。レンズ、タムロン、AF7300F4 から 5.6LD。フィルム、コダック、カラープラス、200ということなんです。確認なんですけどね、もう寒くてね、丸々したすずめに結構ジャスピンできてますね。これもね、でもね、ちょっと構図的にはトリミングした方が面白い写真かな。2枚目もね、そうですがね、ほんのりトリミングしてもよかったんだと思います。こんな感じですね。露出合うかな、こんな感じにするとかなり雰囲気が良くなるんじゃないかな。オタッキー的にはね、トリミングは悪と思っておりません。結構ね、トリミングして、トリミングとか邪道だとかね、トリミングだとかね、馬鹿にする人もいますが、特にね、トリトリにはトリミングは当たり前ということでね、なんですか、ディテールがしっかり乗っているんであればね、トリミングは全然悪じゃないと思います。やりすぎは禁物ですけどね。はい、山崎さん投稿ありがとうございます。次はね、ゆこさんの投稿ですね。おたきさんこんばんは、久しぶりに投稿させていただきます。神栖市波崎のシャリ浜で撮影してきた写真です。タイトル1枚目、海釣りのおっちゃん。前回お絵描きおじいちゃんの写真投稿した際に話しかけて笑顔の写真によってオタッキーさんに助言いただきましたが、やはり話しかけるに至りませんでした。2枚目がね、海辺の竹越し。砂浜にあったオンボロ竹越しと影、ということですね。使用カメラペンタックス ME、 レンズ SMC ペンタックス M、 50mmF1.7 名玉ですね。フィルムはコダックカラープラス200ということですね。お願いしますということですね。一枚目はね、これ、このままでもまあいいことはいいんですけど、トリミングして縦構図にした方が良かったかなと思いますね。で、二枚目の方なんですけどね、ほんのり露出オーバーなんですけど、ギリギリね、砂浜のディテールも出てて、かなりいい感じの仕上がりにはなっています。やはりね、50mmF1.7、かなりの名曲で解像度も高いですね。ペンタックスのレンズっていうのはね、解像度はそんなに伸びなくて、背景ボケとか発色が綺麗っていうところなんですけどね。まあ、50mmF1.7 ね、有名な名曲ということで、僕も持ってるんでね、またね、どんどん使っていこうとは思ってます。はい、ゆうこさん、ありがとうございます。次は、池さんの投稿になります。オタッキーさんお疲れ様です。作品コーナーに投稿です。カメラオリンパス OM4、 レンズ随行、50mmF1.8、フィルムアリスタエディウルトラ400、現像 SPD50% 希釈20度 7.5 分、タイトル、怪我の巧妙。初詣に行った時のことです。電子シャッターあるあるだと思いますが、途中で電池切れ、慌てて60分の1固定にしたところが良いのですが、露出を完全に間違えて 2,3 段オーバーで撮ってしまいました。結果1枚目、日陰で露出系あり、シャッタースピード250分の1F8、2枚目、電池切れ直後に慌てて60分の1固定、少し日が陰り60分の 1F5.6 だったのでかなりオーバーですね。柔らかいトーンとなりました。 ISO400 なら本来 F11 が F16 でしょうか。まあそんなもんだと思いますね。3枚目、別の場所ですが、西日が強く当たるベンチをシャッタースピード1000分の 1F5.6 で撮りました。結果硬い写真になりました。おたきさんや視聴者の皆様からすれば当たり前と思うかもしれませんが、私としては露出の違いで標準現像が思わぬ試し写真になりました。作品というよりもフィルム実験コーナーでしょうか。よろしくお願いしますということなんです
ですけどね、作品なんですけどもね、1枚目からいきますがね、結構いい感じで出てるとは思います。これかなりいい感じですよね。こんだけ出ればいいんじゃないかな。1000分の1で結構いい感じに出てると思います。2枚目なんですけどね、あ、2枚目の方がいいな。2枚目の方がかなりいいな。まあ、背景ボケもね、5.6 ぐらいということでね、結構出てる感じですね。3枚目になったら、3枚目ちょっとアンダー調にはなってるとは思いますが、ハイライトシャドウが、強い場所ではこんな感じになっていくんじゃないかなと思いますね。やはりこのフィルムね、ちょっと現像時間長めにした方がいいとは思いますが、露出をね、開けて撮る撮り方も別にあいいんじゃないかなと思いますね。ただね、露出を開けて撮るんだったらもうね、ISO100 のフィルムでもいいような気がするし、難しいところではあります。はい、池さん、ありがとうございます。次はね、スレイヤーさんの投稿ですね。おたきさん、こんばんは。今回、組写真投稿させていただきます。タイトルは、タイムスリップ。撮影機材、ニコン F6。レンズ 2470F2.8G。僕は欲しいレンズなんだな、これ。フィルフォード FP4、ISO125 のフィルムで、DF96 自家限度。今回、世界三大遺産の三池炭鉱、宮原港を撮影しました。コロナで他に誰もいなくて、静寂の中止まった時間を感じることができました。世界情勢がとても不安ですが、早く平穏が訪れてほしいです。ほんとそうなんですけどね。で、作品なんですけど、1枚目から、1枚目はね、なんか、行動か何かから向こうの景色を撮っておられますがね、ハイライトシャドウが、しっかりした写真になって面白くなっておりますね。2枚目もそうですが、かなりシャドウ部分が大きいところですが、それが雰囲気を出してますね。いかにもね、炭鉱っていう感じのね。で、3枚目なんですけどね、3枚目結構いいトーンで撮れてるんだなぁ。これタイトル画面言っときましょうか。三池炭鉱ね、実はね、僕のおふくろが大牟田出身でね、結構三池炭鉱には、ゆかりがある人間だったんですね。そんなわけで、まあ、おたきも実は三井三池炭鉱っていうかね、三井グループのね、工場とかにも入ったことあるんですけど、未だにね、結構ね、三井グループの工場がね、大牟田にはたくさんあって、僕はカーボンかなんかで作られているものを積んできたのが、何度かあるんですけどもね。袋状に入ったやつ。何なのかわかんないけど、軽い袋だなと思ってね。中身が何だかわかんないんですけどね。まあ言ったことがあります。はい、投稿ありがとうございます。スレイヤーさん投稿ありがとうございます。タイトル画面ゲットということでおめでとうございます。作品投稿のコーナーはここまで。ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラはトゥーランさんの俺のカメラですね。懲りずに俺のカメラ投稿させていただきます。オリンパス OM2 です。防湿ケースの除湿剤の入れ替えの際に、キャノン FD50mm F1.4 越しに OM2 を乗せたところ撮影しました。5年ほど前に 50mm F1.8 セットで8000ほどで手に入れたものですが、コンディションは今でもバッチリです。巻き上げの感触やシャッターを切った感じがとにかく心地よいですってことですね。いいや、でね、写真なんですけど、これもタイトル画面ですね。タイトル画面ですね。これはなかなか意表をつく写真。でね、作例も送ってきていただいてるんですね。昨年少し紹介させてください。大阪の中之島のバラ園で撮影したものです。このレンズはオリンパスブルーなる言葉があるくらい。空の青色が綺麗に映ります。フィルムは富士カラー C200 ですってことですね。コロナ禍もなかなか収束せず、ロシアによるウクライナ侵略という暴挙に憤りも覚えますが、一日も早い停戦平和を祈ってやみません。また投稿をさせていただきます。ご自愛くださいということですね。でね、作例なんですけどね、これ本当にいい写りですね。いい発色。カラーネガとは思えないぐらいのいい色が出ております。解像度も高くて色もいい。オリンパスのレンズ、やっぱいいんだなぁ。よく映っておりますね。トゥーランさん、ありがとうございます。ここからは、やったやっちまったコーナーになってまいります。
はい、やったやっちまったコーナー、今回の投稿は花子さんですね。おたけさんこんにちは、花子です。今回はやっちまったに投稿です。昨年から自家現像しようとオリンパス CAF に、詰めていたネオパワークロスをやっと取り終わり、おたけさんの動画を参考にしながら初の現像に挑戦しました。無事推薦まで終わり、クリップに吊るしてフィルム確認したところ、ちゃんと像が浮かんでそうなので成功かなと喜んでいたのですが、よく見るとなんかおかしい。光に透かしてみると観光しちゃったような模様がたくさん。がっくり、気を取り直してスキャンしてみましたが、やはり観光してる。影響の少なかった写真は2枚ぐらいでほぼ助かりませんでした。押し入れの中でダークバッグ使ってタンクに入れたんですが、夜が良かったですかね。でも初めてで現像はできているわけだし、よしとしましょう。次は完全に真っ暗にしてやってみます。失敗してもなんかいいですね。カメラっていじってフィルムで撮って、自分で現像して楽しい。今度はしっかり撮れた写真を投稿します。これからも動画楽しみにしてます。それではお体を気をつけてってことなんですが、作例を見るとね、このね、観光具合がね、一貫性がないんだな。特に3枚目はね、周辺だけがおかしくなってるんだよね。これちょっとね、いろいろ考えたんですが、原因がわかりません。果たしてフィルムを詰めた段階で観光したのか、現像タンクで光漏れっていうのはなさそうなんで、カメラのモルトが劣化しているのか。でもカメラのモルトが劣化しているにしてもちょっとおかしいんだよな。2枚目とね、3枚目のね、光線かぶりの具合がね、むちゃくちゃに違いますよね。はなこさん、これちょっと違うカメラで撮ってね、現像してみてください。ダークバックで押し入れの中だったらね、フィルムを詰めるときに、タンク詰めるときに、まず観光はしないと思うんですね。僕、ダークバックだけでやってますけど、観光したこと一度もないですからね。そんなわけでね、ちょっとね、これ何かにトラブルがあります。ちょっと切り分けをしたいんで、違うカメラで撮ってね、現像してみてください。このままだとね、何が原因かちょっとわかんないんですね。僕的にはね、カメラじゃないかなと思うんだけどね、ちょっとよくわかりません。はい、そんなわけでね、まあ、やっちまったっていうことなんですけどね、ちょっと原因がわかんないんでね、オタッキーもね、これはちょっとほんと難しいんで、まあ、わかんないってことで申し訳ないんですけどね、ちょっとね、違うカメラで原因を切り分けてね、対策していけばと思います。現像、自家現像ね、板につけばね、本当に安く上がっていくので、最初はね、誰でも2、3本は失敗します、実際ね。それをね、考えて、するとね、後々のことを考えるとものすごく安く上がりますんで、めげずに挑戦してくださいね。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。最近ね、その稲垣吾郎さんにね、何度も紹介されてね、ちょっと浮き足立っておりますが、そんなわけでね、今日はね、バケーションカメラのね、作例を紹介してきたんですけど、次以降もね、ちょっとカラー写真が続きます。オリンパスペン FT と、リコートハーフでね、カラーで撮った写真が上がってきてるんでね、ちょっとカラー写真が続いていきます。モノクロのね、作例はまたちょっと後になっていきますね。でね、あのオタッキーのね、英語字幕付きチャンネルの方もね、順調に推移しております。ここから先はね、じりじりしか増えていかないと思うんですけどもね、まだ登録してない方はね、ぜひね、あの説明欄の方にリンク貼ってありますんで、そちらから飛んでね、チャンネル登録とかね、高評価の方をねしていただければと思います。オタッキーのちょっと前のね、動画も見直すことができるんで、ぜひね、何度か視聴していってください。俺のカメラとやったやっちまったコーナーはもう投稿がなくなっておりますので、ぜひぜひ投稿してください。また作品投稿のコーナーもね、ちょっと薄くなっておりますので、投稿の方よろしくお願いします。でね、カメラプレゼントの抽選の方は、次のライブでやろうと思ってますんで、その抽選はね、待ってる人はね、ちょっとそこまでお待ちくださいっていうことになりますんで、ライブでやった方がね、ちょっと盛り上がるとは思うんでね。はい、今日の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。5000名超えたところですが、次は6000名に向けて頑張っていこうと思ってます。また高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、ぜひぜひお願いしますね。で、コメントの方なんですけど、ちょっと先週全部返しきれなかったんですけど、一応ね、見落とさない限りは全てのコメントに返信をつけていこうと思っておりますので、何か感じることありましたらぜひぜひコメントの方よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。